こんにちは、ライムです。はい、ということで今回は覚醒の回廊超絶級のミッション達成のためのクリア編成、そしてコツを解説ということでやっていきたいなと思います。この1個前の動画で覚醒の回廊の交換所のおすすめ交換優先度みたいなね、解説動画をアップしました。ちょっと誰を交換したらいいか分かんないって方はね、ぜひそちらの動画もご覧いただきたいなと思います。はい、ということで今回はね、普通の攻略動画ということになります。で、まだ僕自身もね、すべて終わっているわけではないんですが、これ何パターンかパーティーをね、分けてクリアしていく必要がありそうですね。ミッションの、量がかなり多いので、一つのパーティーで1回のバトルで全て達成しようって思うと無理なので、まあどちらにしてもですね、これ3回やんないとダメなんですよね。最低でも3回やらないと一番上の1000もらえるんで、これはでかいんで、はい。なので、理想的なことを言えば3つ、3回に分けてミッションを達成していくっていうのがまあ理想になってます。で、今これ僕が2回やった時点だね、2回やった時点で残りのミッションこんな感じになってるんですよ。で、この残し方がまあ理想とは言わないけど、まあいい残し方だと思うんですよね。この2回目終わった時点で残りが、超絶級すべて奥義の松尾の6コンボで、あと超絶級にて味方がガードを3回以上発生してクリア、そして超絶級味方が反撃を3回以上発生してクリアということなんで、この下の2つに関してはただ、ガード率アップとか、それから反撃率アップのスキルなり、あるいはカゴスキル、カゴキャラを入れるだけで簡単に達成できるのと、あと奥義の魔装甲の6コンボ、これに関してもただ技能かカゴの魔装甲を奥義に変換できるようなキャラクターを入れてあげるだけなので、たったこれだけの組み合わせでね、いけるので、まあこういう残し方でいくとまあ非常にいいと思うんで、1回ずつですね、このミッションどれを取っていこうかとかしっかり考えながらやると、まあスタミナ効率がいい、まあ別に何度でも挑めるから、極端な話言えばミッション1つごとに対して1回クリアでもいいんですけど、そうなるとね、やっぱスタミナが消費量半端ないので、まあできる限りね、圧縮してまあ挑んでほしいなと思います。で、その中でも今回の編成については、技能のマソコン6コンボ、それからカゴのマソコン6コンボ、コスト250以上使用してクリア、それからあと身体技能系変、身体変化系スキルか、身体変化系スキルを3回以上のミッションを一気に達成できるような立ち回りをしましたので、ちょっとその辺をね、見ていきましょう。まず今回の超絶級のリムルに関してですが、まあこいつに関しては正直ステータスは敵の火力だけ見とけば OK かなみたいなところがあったりで、あと注意点もう一つあるとするならば、途中から火力がまあ高くなってくる、この2ターン回心率貫通率 100% アップ、そして自身の HP 上限 30% 回復、ガード率2ターン 50% アップとか、こういったものがあるんで、あまりにも火力が出ない編成だとここで積む場合があるのでね、これは気をつけてほしい。あんまり甘く見てると倒せなかったりするから、最低限この HP30% 上回るようなね、火力がないと倒せないっていうところが注意点ですね。まあある意味ではその超火力が逆に出てしまうようなパーティー編成でも HP 回復されていくから、敵を誤って倒すことがないっていうところがまあ利点でもあったりするんですけど、まあこの辺には十分注意してね、戦っていく必要がある。基本的にはおすすめ編成、一番おすすめできるのはチャージ型かな。まあ1月に出た光のシュナとか、あとは水着のミリムとかね、まあ、あと今月のディアブロとかでも全然いいんですけど、まあ、ディアブロだと水弱点とか入んないから、ちょっと、まあ、難儀するところはあるかもしれませんが、っていう意味では光の手段とかね、水着の、ミリムあたりが、まあ、おすすめ度結構高いんじゃないかなと思うんだけど、ああいうキャラがいると、スキルポイントとかもすぐ、溜まり直してくれるし、火力もね、とどめ刺すときに奥義とか、奥義にバフとか乗せて一気に倒すだけなんで、非常に、まあ、楽です。はい。っていうところ、あと身体変化系スキル3回っていう条件もあるんで、それに関してもやっぱり SP がね、ス
キルポイントが高ければ高いほどね、打ちやすかったりするんで、はい、そういった意味でもチャージ型の編成がおすすめかなと思います。たださっき言った通り、こちらのねガード率とか反撃とかもあるんで、あのカゴキャラで反撃とか積む場合には注意が必要ですよということで、今回、試しにやってみた編成こんな感じですね。もう1月の光パーティーほとんどそのままという感じなんですが、普通の光パーティーと違うところで見ると、身体変化系のためだけに入れた、あと一応あれか、技能変換だね。技能の6コンボするっていう名目上でもこのルビナスが結構便利でした。こちら HP 回復で上が身体技能変身体変化系、すぐ言い方間違えちゃうな。はい、で2つ目のスキルがですね、技能変換ということなんで、最初序盤は技能の6コンボするために番手札を整えてあげて、後半はね普通にいつもの光のパーティーのごとく、カゴゲージをために貯めて、最後にフィニッシュまで持っていくというやり方してます。はい、まあ、こういったキャラがいると非常に便利。もちろんこれルミナスの代わりなんていくらでもいるんで、身体変化系が欲しかったら HP 回復できるキャラ入れればいいし、技能変換であれば別に他のキャラいくらでもいるんで、そちらを入れていただければそれで済むという話。まあ、最悪ね、本当に最悪は別に技能変換スキルなくても自力で手札を6コンボ揃えるみたいなこともできなくはないのでね、全然。今回ターン制限とか一切ないので、何十ターンかかろうが一バトルで全て達成することも一応できなくはなかったりするからね。はい、まあ、そんな感じで、まあ、時短のためにルミナスは入れましたが、はい、他のキャラでも代用も全然可能ですよということで、あと、まあ、さっき言ったよりチャージ型のねカゴであれば別に光シュナである必要も全くありませんのでね、はい、まあ、こういったキャラ使うと楽ですよと。であとのキャラに関してはどちらかというと変換スキルだね。変換スキルでとにかくカゴゲージを貯めるような、カゴゲージ変換系のね、カゴ変換系のねキャラを入れてあげるといいんじゃないかなと思います。今日調子悪いね全然口が回ってないわ。はい、あとまあ装甲とかも一緒ですね。普通に機能、カゴ変換ということで、はい、でまあもちろんですけどコスト250以上最後の最後に打たないといけないので、その辺もしっかり考えてね、最後の最後で、コスト200しか使いませんでしたみたいな、ことがないように交代するキャラとかもしっかりね、考えて、立ち回っていくようにしましょうといったところで実際にやっていきましょう。まずった。
任せて下がっておれ。わらわに任せて下がっておれ。